はい。それでは座標のところを説明していきます。まず座標なんですけれども、この点 A、そもそも座標って何なのかっていうと、例えば点 A だったら、これ横軸がこれ X 軸、この縦軸 Y 軸っていうんですけれども、で、ここの交わっているところ、これ原点って言います。で、この位置を表すときに座標っていうので表すんです。で、 えー、X 座標、Y 座標をそれぞれ表すことで、それぞれのね、この点の位置がね、表すことができるわけです。じゃあ、A だったらどうなるかっていうと、まず、X 座標は、あの、こ下に見ていってもらって、これ、原点から1離れてるんで、これ、プラス1なんですね。右に行くとプラスです。だから、X 座標は1で、で、こっちに見るとね、Y 座標がわかります。えー ここになってくるんで、y 座標は 1,2,y 座標は2。x 座標が 1,y 座標が2です。えー、この時どのように書くかっていうと、こう書いてください。まず、x 座標から書きます。x 座標はこれ1だったので、1ですね。y 座標はこれ2ですよね。こんな書き方で OK です。A、1,2って書くだけです。はい。そんな夜に次、B やってみましょう。 ねはい、B は、X 座標は、はい、今回ね、えー、こっち左ですね、X 軸の。これは、マイナス3になります。X 座標はマイナス3で。Y 座標は、ここになるんですけれども、えー、原点から下に3。これはマイナス3になります。えー、X マイナス3、Y マイナス3。ということで、座標はマイナス3、マイナス3。X、えー、Y の順番でね、書いてくださいね。 えー、このやり方になります。では C 行きます。C は X がマイナス1。Y もマイナス1ですね。なので、こうなりますね。マイナス1、マイナス1。では D に行ってみましょう。D は、えー、ここ、X 軸上にありますね。X 座標はこれ4です。ここだから4。で、Y 座標はこれ0なんですね。 ここだから、y 座標は0。だから4、4,0って書きます。いいでしょうか。はい、次いきます。e はここですね。x 座標はマイナス3。y 座標は4ですね。x 座標から書きますよ。マイナス3,4。さあ、f いきます。f はここですね。x 座標はマイナス2。 y 座標はマイナス3。なので、はい、こうなります。では、今度は、えー、次の点の座標をね、グラフページに書いていきましょう。えー、皆さん持ってる別紙のね、えー、グラフ用紙に書いていきます。えー、まず p、5、1。x が5で y が1です。なので、こう見ていってね、x が5だから、x 座標のここ。そして y が、えー、1なんで、ここですね。 これがこう、こういう感じで交わるところになるので、ここですよね。うん。ここが x5、y が1ってなりますよね。大丈夫ね。で、ここに p って書いておいてください。こんな近くに書いておけばいい。OK です。さあ、9行きましょう。0、1。x が0で y が1。x0 なんで、えー、x 軸上のここですね。で、y が1なんで、y 軸上のここ。ここに9が打てるはずです。なので、ここに9と書いておいてください。 さあ、R 行きましょう。2,0。X が2で、Y が0。X2 で、Y が0だから。これ、これ X 行きですね。これね。ここなのわかるかなこれ、X が2、Y が0です。ここが R になります。はい、次。S、4,5。X が4、Y が5です。X4 で、Y が5。4と5の交わっているところ、ここですね。いいかな ここが s です。さあ、次 t いきます。マイナス4、マイナス4。はい。x がマイナス4。y もマイナス4ということは、ここですよね。わかるかなここが x マイナス4、y もマイナス4ですね。t になります。はい。ラスト、u がマイナス3。で、y、あ、x がマイナス3で y が1ね。x マイナス3で y が1ってことは、 ここですよね。これか,かなここが U になります。はい、以上になります。一旦ね、ビデオを止めてもらって、エクササイズ B をね、自分でやってみてください。